裁量的なことも含めて、ちょっと話していこうかなと思っています。今は、ネープルスイエロー、黄色に近いものを普段出さない絵の具なんですが、今回は出してみてですね、まあ、ちょっと自分に新鮮味を持たせようと思って、まあ、在庫であったネープルスイエローを出して、明るい色なんですね。で最初に、これは紙の上に油絵で描いてますけれども、まあ、何の紙でもいいと思います。水彩紙、これ水彩紙ですね、ただの水彩紙、厚手の水彩紙に、直接油絵の具で描いていっています。最初はこういうアースカラーの茶色とか、をベースに描いていくんですけど、その中に赤、クリムソンレイキですね、クリムソンレイキが一番深い色としていつも使っています。最初ほとんど油を使わないから描きづらいです。紙に描くとすごく絵の具を紙が吸い込んでしまって、なかなか描きづらいんですが、最初から油を使うとベタベタになっていくので、もう最初は下地を作っていく段階だと思って、ほとんど絵の具だけで描いていく、っていうことが多いですね。絵の具だけで描くとこれが吸収性の下地になってですね、次ちょっと油を使って、油を混ぜて描くとちょうどいい感じになると思います。これは、まあ、全体的にだいたい形をとってこんな感じの絵になるかなっていう風なことですね。これ緑色、テールベルト、緑度と、ちょっとイエローか黄色が混じるんですかね、黄緑色っぽくなってますね。緑度っていうのは茶色のうちに入ると思うんですけど、緑というよりも、まあ、あまりこうくすんだ緑というか深い落ち着いた緑ですね。油絵の絵の具の緑って言ったら緑って感じなんですけど、まあ、これは普通に抵抗感なく使えるような緑、影にもなるし、明るいとこにもなるし、ハーフトーンにもなるし、何にでも変化するような色ですからね。アースからこういうバントシェンナ、バントシェンナも一番明るいとこにも使いますし、一番暗いとこにも使いますね。鮮やかな色は暗くて明るい、暗さを持っていますけれども明るい、色ですね。このクリムソンレイキなんていうのもそうですね、すごく明るいけれども一番暗いところに使いますね。大体はこう反対色を混ぜながら、テルベルとクリムソンレイキ、緑と赤を混ぜながら、描いていきますけれども、誰だったか、これを恐ろしい色と言ってますね。クリムソンレイキと緑混ぜることによってえげつない色になるけれども、それをどんどん使いついている日本の巨匠がいましたね。誰だったかな、林武だったかな。これも緑が強めに出たクリムソンレイキと、テルベルトの混ぜたものですね。緑、テルベルトって言ってもこれ透明色のテルベルトじゃなくて不透明色に近いテルベルトを使ってるんですよね。油絵の具には透明色、半透明色、半不透明色、不透明色ってあって、それ使い分けることが結構重要になってくると思います。シルバーホワイトっていう色が出てますけど、これは弱い白なんですね。混ぜることによって、色と混ぜることによって色を濁すことができるというか、色を暗くすることができるし、今、カドミウムレッドと、シルバーホワイトを混ぜて作った色に、強い色としてバントシェンナをそのまま置いたりとかですね、してますね。シルバーホワイトは弱い白なんで、色を暗くするんですね。
でシルバーホワイトが多量についた筆でですね、他の絵の具とってもですね、なかなか暗くならないし明るくならないですね。シルバーホワイトいくらを上に加えてもなかなか明るくならないですね。もう一気に明るくしようと思ったらですね、インペリオの強いミックスドホワイトとかですね、まあチタニウムホワイトもいいですけど強すぎますけれども、ミックスドホワイトぐらいが一番いいかなと思っていますけれども、大概そのまあ最初は陰影を多少気にしながら描いていくんですが、結局詰まるところは例えば黒一色でも描けるんですね。油絵っていうのはタッチだけで描ける。例えば一つの球体があったとして、それを一色で描けって言われたら黒一色で描けるんですね。その意味は、黒に陰影をつけて描くわけじゃなくて、何も変化ももたらさずに描くんですね。別にもう本当に黒ぶっきらぼう黒一色にですね、画面に描いていくんですね。それでも油絵っていうのは描けるんですね。だからですね、別に細かく分ける必要はない。本当は緑一色でも描けるし、茶色一色でも描けるし、でもこれは何色かに分けて非常に複雑なことをしてるんですね。まあその代わり視覚的にはみんなに分かるようなところだと思うんですけれども、別に分かる必要はなくて、白一色でも描けるし黒一色でも描ける。絵画っていうのは僕の中で普段とベクトルが違うんですね。やはり絵を描きたいとかですね、そのこういう絵が描きたいとか、あこういうものがかっこいいなとか、何か普段日常の中で目にして少し憧れたりするものや、そうなりたいなであったりとか、こういうものみたいなであったりとかですね、いろいろな欲、性欲とかですね、食欲とかですね、憧れであったりとか、非常に上手なものを見たりとかですね、あこういうものの形にしたいなとかですね、そういうものとは全く逆のベクトルを僕は、絵画に持ってるんですね。そういうものを浄化してくれる場所として僕は絵画っていうものは非常に助かっています。普段日常生きてたらこういうものが欲しい、ああいうものが欲しい、こういうふうに描きたいなとか、あこの人上手だなとかですね、そういう一つの像を持つんですね。その像にやはり執着するんですね。で自分でそれをやろうとする。でそうした時にもちろん自分は下手ですからそういうことができるわけではないけれども、できるように思うんですね。でまあそれをできるように思い続けながらですね、書いてしまう、やってしまう人もたくさんいると思います。でもそれがいいことかというとそうではなくて、やはりいいことというのは、それを実際自分が画面に向かってやろうとした時にできないっていうことですね。できないっていうことが非常に、僕の、絵画の中では大切になってくるんです。その像が自分が手を下したことによって壊れて破壊されて、自分と向き合う時が来るんですね。でそういう時間を持てるようになる、絵画を始めると、一筆置くと、全てがその理想に思っていた像が壊れてですね、そこから始まるんですね。だからですね、まあ一種の破壊行為でもあるんです。自分の思ってた理想のものを破壊する役割になってるんですね。要するに自分が大切に思ってる映像をですね、それが幻想的なものだということがよくわかるんですね。その妄想をですね、リアリティが書き消してくれるんですね。
そこに芸術性を見出そうと思うんですが、普段そのこうしたいああしたいっていう中で描ける人っていうのはですね、おそらくこの妄想で描いてるんだと思っていますね。その妄想とか性欲とかですね、例えばアニメの世界、性欲の世界ですね、何かこう理想とする可愛いものであったりとかですね、そのアニメって言ってもまあ限ります。僕もやはりちっちゃい時にですね、大好きなものがありましたね。そうなんですね、やはりどんだけアニメと言ってもその、まあ、ちっちゃい時に好きで今も好きで何かこう心に残ってるものである、僕の場合だったらアニメで言うと銀河鉄道の夜がですね、増村ひろしので、これはまあなんていうんですかね、その性欲的なその性交的なものとは違うんじゃないかっていうことがあるとは思うんですけど、まあ大きく分類したらですね、やはりこれもそうだと思うんですね。その憧れですね、一つの何かこう郷愁のようなものであったりとかですね、ただのその可愛いとかであったりですね、そういうものをやはり絵画は否定するんですね。でそういうことで自分と向き合って真実のものに近寄っていくっていうことが絵画の作業になっていくとか思ってるんですね。徐々にこうやって同じ色を使いながら、これ今白を混ぜてちょっとほの暗いところを作ってるんですね。黒まだ混ぜてないんだと思うんですけど、ほの暗いところ、首のほの暗い、影の暗いけれども少し明るいところを、白で、暗くして、白を混ぜると灰色になってきますね。最初の画面の画用紙の白と比べたらよくわかるんですけど、灰色ですね。今黒混ぜましたね。初めてかも黒混ぜたと思います。これ一番明るいところに黒混ぜて作ってですね、置いてるんですね、灰色。これ秘密なんですけれども、テクニックなんですよね。こういうテクニックはまあ 2,3 知っといたらすごい役に立つんですけれども、キスバンドンゲン、バンドンゲンっていう画家がいますね。バンドンゲンって色使いが非常にうまいんですね。シンプルですごい効果的に使って、一回見てみてほしいんですけど、キスバンドンゲン、灰色をうまいところに使うんですね。この色彩を灰色は際立たせるんですよね。その例えばハーフトーンって言ってグレー、黒を使わずに白とですね、色だけで作った、ハーフトーンの色彩の中に、左のクリムソンレーキのような赤い、ガーネットのような色、一番深い色、鮮やかな色が濃い色でもあり明るい色でもあるんですけれども、それとハーフトーンの色とですね、それだけではちょっとこう色に見えなかったりするんですね。やっぱりグレーに見えたりとかね。でそれを本当のグレーを置くんですね。白と黒混ぜただけのやつをね。そうすると、グレーはグレーでちょっとブルー味を帯びてくれて、他は色となってくれるんですね。で昔はその青みとかっていうものをその灰色で作ったと思うんですね。黒と白を混ぜたらちょっとブルーみ青みがかかりますね。そうした時にそれを青として使ったりとかですね、するんですね。例えば緑なんかもそうなんですけど、深い、緑色をですね、黒で描きますね。緑使わないんですね。緑っていう色はあまりなかったのかもしれないですね。まあ、テレベルト緑土っていう色はありましたけれども、基本的には灰色で、明るい葉っぱの色は明るい灰色、暗い葉っぱの色は黒に近い色といったような感じで、おそらく視覚的には効果を作っていたんだと思いますね。
今は緑やって緑塗らなきゃいけないみたいに思いますけれども、そうではないんだと思いますね。これ全体に顔に白を混ぜてハーフトーンにしていってますね。グレーにしていってるんですね。で全体的に色調を今整えていって、ちょっと自分でも見えやすくしようとしてるんですね。これ全体的に絵の具を一旦のせないとですね、やっぱり油絵っていうのはなかなかこう造形がつかみにくいというか、リアリティの中で描いていけないというか、僕の場合はちょっと絵の具が薄く描くことが苦手なので、いつも濃く描いていってガシガシと描いて、こうやって描いちゃうんですね。こうすることで大きく見ようとするんですね。細かいところを描いたら細かい目になってしまう。細い筆で描くと細かい、目線になっていくんですね。目の動きというか、だから大きく筆を入れて大きく見直してるんですね。大きな形の中に、シンプルな形の中にやはり現実が見えてくるわけですから、細かく描くと、要するに細かいものの中にさらに細かいものを見ないといけなくなります。でこれぐらいの大きさだとですね、あと本当はもう本当に10分あれば絵なんて終わるんですね。10分もかからないでしょうね。これだけの大きさだったら、もっと太い筆使ったらもう本当に一瞬ですね。それを繰り返し描いていくわけですから、何回も見直していく、何回も完成させて、何回もやり直していく作業ですね。その度に一歩一歩進まないといけないので、非常に大変ですけれども、描きたい時に描くっていうのが一番いいですけどね。やっぱりこう絵描きとして暮らしてたら毎日描くんですね。描きたくない時とかですね、描きたい時とかやっぱあるんですね。僕が一番いい描き時だと思うのは、描きたい時は普通に描いたらいいと思うんですけど、例えば絵を描こうかなと、そろそろ描こうかなと思い始める。そうするときに何かこう力が絵の方に集中する、勝手に集中するんですね。そうするといろんな現象が絵以外のところで起こり始めるということがよくあります。何かというと、例えばコンセントにつまずい引っかかってですね、コンセントを引っ張って自分もこけてコンセント抜けたりとかですね、肘をどっかにぶつけたりとかですね、普段、あまりこう汚したくないなと思うものをもう目がけて汚してしまったりとかですね、何かこうアクシデントを生み出し始めるんですね。そうした時にはこれは才能だなと、僕の才能だなと思うんですね。そういう時は絵に対して絶大な関係を持ってますね。普通は多分こう考えるんじゃないかと思うんですけど、整ってから絵を描こうと、極端に言えばですね、瞑想してからですね、瞑想して心が落ち着いたぞと思って絵を描き始めるとかですね、そういうこともあると思うんですけれども、その何かこう現実と関係性が強く起こっていくときに描き時なんじゃないかなと僕は思って筆を取る時があります。でこれは非常に効果的なやり方だと思ってるんですけど、さっき言ったようなその絵のベクトルですね、成功とは違う、その性欲とは違うベクトルですね、自分と向き合わなければいけないベクトルっていうものを作りやすい時なんだと思っていますね。あらゆるものの像が壊れていく、それが
絵画が始まる前にもう始まってしまうというようなことなんですけど、あらゆる自分 の, あのスマートな行動、イメージしてる、自分の動きとかがですね、ガタガタと崩れていくんですね。でそれがまた一つ の, あのリアリティ、素材感を出してくれる、きっかけになっていくんですね。こういうふうに描きたいけれども、それが描くまでにですね、非常な困難がそこに生じるんですね。面白いですね。まあ、これでちょっとビデオが長いので今回これで終わって、また次の段階でいろいろ何か話したいと思っております。ありがとうございます。